ってますからね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうもです。16です。リーナージョー。16。どうも。ワード？よー。中肉でーす。オッケー。座布団、タレ、一人前。ここでいっちゃうよ。はい、そこでいいです。よー、中肉が7。中肉が9。よー。激安まーす。二代目もう一個あるから。はい、今。はい、よ。はい、来来来、ジョーモモが8。1代目。よー、やったー。どこですか、ここ。牛蔵。牛蔵ですか。そう、練馬区は牛蔵ですね。富士見台駅、まあ、焼肉屋さんですね、うん、超有名店。1ヶ月前に予約して4名でやっと入れるんですよ、今日。もう待ちに待った牛蔵ですけど、やっと。まあね、お連れさんもまだ来てないんですよ。遅刻しやがって。早く大体遅刻するんだよ、お連れさん。早く来てほしい。お腹ペコペコ。お腹ペコペコ。どのぐらいペコペコ。めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ、まあ、めちゃくちゃペコペコすぎて、うん、さっきつまみ食いしてましたね、カップヌードル。ちょっとすいませんおすすめいっぱいあるんで、まあ、僕が昔から食べてる牛蔵の、もうこれ食っときゃ問題ねえだろみたいな、6、7個、いや10個ぐらいあるんですけど、できるだけ紹介したいね。 10個もあるんですか。あ、もうまあ3、40個あるんですけど、まあそんな感じで行ってみましょう。楽しみ。遅いんだよお前らだからジュースの値段見て、ソフトドリンク20年前から60円しか高くなってない。初めてソフトドリンクでこの安いでしょ。ノンアルビール。ノンアルビール。ミスズは生レモンサワー。生レモンサワー好きね。あなた生レモンサワー飲みやすい。生レモンサワーみたいな顔してるから意味わかんないお疲れ。お疲れ様です。すいません、オーダーお願いします。じゃあ千枚刺しをとりあえず一つ。はい、はい、よろしくお願いします。もう千枚がさ、うまいんだよ。酢味噌がうまいんだよね。うまい。もうタレつけない。あ、忘れた。食感が。あ、じゃあ注文していいですか。黒毛和牛の特選7種盛り合わせ、はい、4名様から6名様用を一つと、はい、味付けがタレ塩お任せございますが、いかがなさいますか。お任せで。あとギャラ、ギャラをギャラ、はい、塩で、あとネギタン塩。ネギタン塩、こちらも1人前です。あ、それ2人前ください。2人前でかしこまりました、はい、とりあえず以上でお願いします。ネギ内側の量に半分に折っていただいて、ネギ蒸すように片面ずつ焼いてお召し上がりください。あ、うまそう。すごい。これめちゃめちゃうまそう。これはこちら黒毛和牛の盛り合わせ一皿目でございます、はい、こちらから本鱈、上もも、下駄、特上肩芯でございます。こちらの特上肩芯というお肉はメニューには載っていないお肉でございます。すべてお塩の味付けでお持ちいたしました。メニューに載ってないんですか。はい、特上肩芯がメニューに載っていないので。ありがとうございます。2皿目もご準備いたしますので少々お待ちください。はい、ありがとうございます。失礼いたします。もう食べれるよ。これもうケール、ケールを食べてた。もう食べれるよ。あ、ジュジュ。いや、もうそれはやっぱレモンでしょ。ネギタンでしょ。うん、うまうめえよな。うまっ。米食うの。米忘れてるけど大丈夫。そうだね、米だね。米だろ米なんだよ、カルビ系は。まだ早い。まだ全然早いけど、もう食べたいんでしょ。失礼します。お待たせしました。こちら黒毛和牛の盛り合わせの2皿目です。はい、お肉はこちらからリブロース、中肉、上バラでございます。中肉と羊肉、薄い羊肉ですので焼きすぎにご注意ください。それ何でしたっけ、くみちゃん。リブ。ああ、覚えてる。あ、なに、リブ連打する。あ、やっぱ米がいるんだよ。まあ肉には米だよな。リブロース。うん、幸せ。くみちゃんがそれ食うんでしょ。で、みすずがそれ食うんでしょ。
そう、多分中肉はね、結構焼ける。薄切りだからね。一応これロースだから。もう食えるよ。もう食えるって。いや、もう食べれる、絶対。ニンニクかな。まあ、ニンニク醤油かな。中肉。中肉。うまっ。今日なりつけでございます。はい、こちら大変火が上がりやすいお肉ですので、焼く際には火を弱火にしていただいて、網の周りでじっくり焼いてお召し上がりください。失礼します。15タッチセットです。OK、待ちなさい。やらんねー。あくそ、あくそ。おいしい。噛み切りやすいでしょ、うん、包丁入れてるから。飲み込めないとかあるのよ、ホルモンは。で、嫌いな人いるんだけど、これは飲み込めるのよ、包丁入って、うん、よかった、おいしい。おいしい。どうする、どうします。じゃあ俺はもう決めてんの。もう俺が食べたいものを、もう昔からこれを食うっていうのがあって。何ですか。これはかきちげが、あのスープ界の中で牛丼で一番おいしい。冷麺も食べたんだ。ああ、冷麺ね。オーソドックスね。麺、すいません。冷麺を一つと、冷麺を一つ、あと、かきちげ、かきちげ、かきちげを、あの、激辛で、激辛で。こちら、はい、かきちげ出します。激辛でまーす。タクシー激辛でーす。冷麺でーす。どう、冷麺美味しい。冷麺うまっ。うまっ。激辛女クミだ。あれ、お腹の子に大丈夫なの、激辛は。大丈夫。いつも食べてる。あ、うまい。ちょうどいい。ちょうどいいかな。辛い。辛い。美味しい。辛くないのちょっと悲しみだな。わっそ。めちゃくちゃうまいから、かきちげ。口の中の上がベロベロになる覚悟で食べてください。うん。美味しいでしょ。うん、美味しいな。マジで牛丼でかきちげめちゃくちゃうめえと思う。だね、冬しかないから。うん。これなんかクッパみたいにした方がいいのかな。あ、米入れてもうまい。あ、入れたいんだ。ショーライスと飲む。あとショーライスください。全部入れちゃうでしょ。うわこれは、うん、ありがとうございます。うまい、食べれるよね、うま辛だよ、うん、熱いやつ握ってるけど。レンゲン牛丼みたいに食う人初めて見てる。クミちゃん、冷麺おかわりでしょ、これ。おかわり、冷麺。おかわり。なかなかないよ、冷麺おかわり。お会計お願いします。お会計、はい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。